はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ドライブ動画になっておりますよと。今日はね、稲村ヶ崎温泉っていうか、別に温泉行くわけじゃないんですけど、結構前、9年ぐらい前かな、電車で行った時があったんですけど、そこを今日は車で行こうかなということで、これから2時間ぐらいかな、かかるんですよね。今日はちょっと曇り空なんですけど、向かっていこうかなと思っています。なんでその鎌倉っていうか、海の方行くんですかって、まあ、僕も海の方って行かないんで、ほとんどね、そうね、前期緊急一時前期の時にちょこっと2、3回行ったぐらいがことあって、あんまり海の方行かないんですよね。混んでるんで道がね。だけど今日は珍しく行ってみようかなと思ってるんで、車載で撮っていこうかなと思います。まあ、どういう風に撮るかちょっと考えてるんですけど、ね、カンパチ走ってまして、前にですね997前期型のカレラ 4S がいたんで、ちょっと後ろで撮ってます。はい、ちょっとねしばらくね、今カンパチからに出てですね、それから、第三京浜で、神奈川の方に行くっていうルートなんですけど、まあ一旦都内の方に出てきて、第三京浜で抜けていくっていうルートですね。ここはどうしてもね混むんだよね、この道ね。で今ね珍しく前期のカエラ 4S が後ろに前にいたんで、今飛んだけど、まあいいや。はい、これがね稲村ヶ崎温泉ですね。ここが温泉です。今日は入れないですけど、こっちはさっきねこっちのレストランの方で食ってました。ここね2000円以上食べるとこのレス駐車場が無料になるんで、2000円以上がっつりで食いましたよ。はい、さっきのポテトね、美味しかったよ。ガーリックジダレで。はい、今日は曇りだからね、まあでも空いてるっちゃ空いてるのかな。はい。海でございますよ。はい。相模湾かな、これかな。
久しぶりに来たな。9年ぶりぐらいか。いいっすね、やっぱりね。はい、じゃあ戻ります。はい、今17時かな。あ、17時半なんで、はい、夜ですね。はい、戻ります。鎌倉の山の道入ってしまいましたね。なんかナビに誘われてこっち来ちゃったな。なんだろうこの道は。意外にワインディングロードなんだけど、想定外ですね、帰り道。あ、横浜市に入った。鎌倉にこんな道あったんだ。およそ700メートル先。